9月24日火曜日の全国の天気をお伝えします。では天気図から見ていきましょう。秋雨前線は本州の南岸に停滞します。北日本から北陸は高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。一方西日本では海からの湿った空気が流れ込み、太平洋側ほど雨の降るところがある予想です。ではお天気の移り変わりを見ていきましょう。広い範囲で日差しが届きますが、西日本では太平洋側ほど雲が広がりやすく、一部では雨が降りざっと強まる恐れがあります。夕方夜にかけて雨雲が広がる可能性がありますので、お帰りの時間帯に備えて雨具があると安心です。また南西諸島もぐずついたお天気で雨が強まる恐れがあります。関東から北日本では晴れて日差しが届く予想です。では気温を見ていきましょう。朝はひんやりとするところが多く、北海道内陸部では冷え込みそうです。日中、中部から西日本では日差しの下で30度前後まで上がるところも多く、まだまだ暑さを感じる体感です。ただ朝晩は過ごしやすくなりますので、一日の寒暖差にお気をつけください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。